シロアムミニテラピーというわけで、酔っ払ったこの4人に司会進行をやれと言われたクズ龍之介でございます。さて、これを撮っている今、10月24日でございますが、伊勢崎町にありますカーンテーブルの方でありがとうございます。ありがとうございます。フォローありがとうございます。ターンテーブルさんの方でライブ無事に終了いたしまして、今こちらにいるのが酔っ払いとコムスケでございます。まあ、無事に終わったかどうかっていうのはかなり微妙なところなんです。聞いてたから寄せていただいてよろしいですか。でもさ、このポールが、このポールが結構バカムチっぽくてね、いいんだよね。でもさ、俺演奏中かなりこのポールにぶつかったね。いいんだよ、俺はこれが好き。ちょっと活動っぽい言わせよ。これが良かった。今回はライブはこのポールがやったポールがよろしかった。というわけでジョンはどこにいるって話。ポールじゃないです。そういうネタを出すんだったら俺そこでリンゴ買ってきたんだよ。どこだと思ってもらしいジョンとポール読まなかろもうグダグダでも、てかリプレイでやったアストラリアも聞きましたし、すいません、酔っ払いで申し訳ないんですけどね。とりあえず、いいですか、司会進行。これ、こんだけ語ってくれてそこで進行しろとおっしゃるんですか。まだできるでしょ。まだ収束はできると思う。まだできる。さすがクズ龍さんだ。あ、素晴らしい。イエーイ。まあ、私よりも一番は、直美さん、左を流していただけますか。あ、そうですね。カンテーブルのマスターに一言いただきます。ありがとうございます。ではそのわけで今日の一曲は何を流されるんですか。はっ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 今日の白子は何だと言ってる。ついついてサマーデビューサマーデビューねサムクラミラーになってる気分になってる。とりあえず曲なんか聞いてもらえる。ふっだめ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 。とりあえずなんか聞いてもらおう。それでは皆さんどうぞ。
さん、どうでしたでしょうか。生まれて初めてね、横浜でトニーアイオミが言ってますけど、お、トニーアイオミ、そういうふうに言われるのが怖くて、どうしようと思って。そう、一番俺に、多分言われてほしくないことを言うの。言われてた。おじんおズボン。おじんおズボン。まあいいや。で、とりあえずね、なんだっけ、何だ。え、じゃあ、さりげなく告知を一つさせてみます。12月の8日8日でしょ。4日ね。はい、鉄12月の4日にシラムどこかでライブをするかもしれない。詳しくはミクシーなしネットを要チェック。以上、お分かりかしら。え、あなた誰。言うわけないでしょ。ゲスト。それでは皆さん、お別れの挨拶しなさい。ゲスト。さよなら。